又野川ダムは、鳥取県日野郡甲府町、一級河川、日野川、水系又野川に建設されたダム。高さ69.3メートルの重力式、コンクリートダムで、中国電力の発電用ダムである。同社の大規模用水式水力発電所、又野川発電所の海池を形成し、上池、土用ダムことの間で水を往来させ、 最大120万キロワットの電力を発生する。中国電力の水力発電所としては最大の規模である。ダム湖の名はサルトビコという。戦後、増え続ける電力需要に対し中国電力は新成和川、発電所、南原発電所に続く用水発電所の建設を、計画、鳥取県西部を流れる日野川の支流、またの川に決定した。 また野川をダムによってせき止め、蓄えた水を上池に汲み上げておき、電力が多く消費される時間に発電できるようにするというものである。上池には中国産地のけなし山やかながや山を挟んで、林県である岡山県真庭郡新城村に建設する土用ダムを利用することになった。二県をまたぐ用水発電所としては日本初の試みである。 こうした2県にまたがる揚水発電所は、日本では、またの川発電所と、長野県、群馬県境にある、東京電力、神奈川発電所の2カ所しかない。1973年中国電力は、またの川発電所建設に向け調査を開始。1977年鳥取県、岡山県に対し建設を申し入れる。1978年10月第76回。 電源開発調査審議会にて建設が決定される。1980年建設工事に着手。1984年9月淡水を開始。1986年6月設置を完了した水車発電機の揚水運転によって土曜ダムの淡水を開始。同年10月、また川発電所1号機の営業運転が開始された。 1987年10月から2号機が運転開始。1995年6月から4号機が運転開始。1996年4月から3号機が運転開始。2006年10月中国電力は土曜ダムの計測データが改ざんされていた事実を明らかにした。また野川ダムについても大差量データを改ざんした事実を認めている。 2006年秋から2007年初頭にかけて相次いで明るみに出た電力会社各社の一連の不祥事は土曜ダムの不正発覚に橋を発している。又野川発電所空撮又野川ダム、土曜ダムを含む又野川発電所周辺一帯は中国山地にあってナ林が広がる緑豊かなところである。林野町は1995年岡山県側のナ林を 水源の森百選に選定した。地域を縦断するように、米子自動車道が敷かれており、甲府インターチェンジから国道181号、出雲街道を日野川上流に向かい、JR 白尾線、向こう駅付近から岡山県道、鳥取県道113号上徳山股の号、付線を股の川上流に向かって間もなく股の川ダムである。ダム直下には、 またの川ダム発電所が置かれ、河川維持放流水を利用して、最大2100キロワットの電力を発生できるようになっている。一方の土曜ダムへは、中国産地を超えなければならない。中国電力は、甲府町にまたの川発電所ご案内ホールを開設し、発電所の模型などを展示。その建物は、甲府町の地域おこしのテーマ、チロルの里にマッチした、 チロル風の外観を特徴としている。開館時刻は9時から16時まで入館無料。12月中旬から年末年始を挟んで2月末までの冬季は閉館。その他の時期は毎週月曜日が休館日となっている。ありがとうございます。